皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回はね、モッドマップをやっていこうかなと思ってて、その名もタイニアステラっていうマップなんですけど、このタイニアステラ、簡単に説明しておくと、なんか規制がテーマのマップらしくて、巨大な隕石が島に衝突して、それが侵食して、独自の環境、そして独自の生態系が築かれたっていう、めちゃくちゃワクワクする設定らしい。しかもね、その独自の環境っていうところで、なんかね、アベレーションみたいに地下世界があるらしい。しかも飛行生物も基本的にはポップしないっていう、まあなんかアベレーションのサバイバルを思い出すような、なんかそういうような作りになってるらしくて、マジでね、それも楽しみなんよな。そして実はね、このマップ、日本人の方が作られてまして、前々からね、Twitter とか、あと YouTube もやられてる方なので、YouTube で、この制作過程とかをずっとなんか流されてて、マジでね、それずっと見てて、ずっとワクワクしとったんよ。なんで、もしね、この動画見てて、タイニアステラ興味持ったよって方は、ぜひね、この方の Twitter、YouTube、そしてこのモッドの URL を概要欄に全部貼っておくので、またね、そちらも見ていただければなと思います。ということで早速始めていきたいんやけど、ちょっとね、最初に注意事項ございまして、このマップ、まだテスト配信らしくて、完成すればジェネシス1、なんならそれ以上のデカさになるらしいんやけど、今の段階やと、まだ地下世界もないし、なんかジャングル部分だけができてる状態で、まあ、そんなに広くないと。しかもね、まあテスト配信なので、まあ、バグもあるかもしれんっていうのがあるから、まあ、そこだけちょっと注意していただければなと思います。よっしゃ、ということで、早速始めていきましょう。タイニアステラシングルプレイ開始。さあ、どんなマップなんでしょうか。まあ、といっても、ちょこちょこは見てたから、まあ、大体どんな感じなんかはわかるんやけど、だからこそね、自分でなんかその世界を探検できるっていうのはめちゃくちゃ楽しみやね。さて、始まりましたね。リスポーンランダム。あ、これでリスポーンをまず選べるんや。ちなみにこのマップはまだちょっと仮段階らしくて、このマップの地図。まあ、またなんか後で修正するみたいやけど、さあ、どこから降りましょうか。まあ、普通に考えたらこのイージーかな。バイオルムジャングル。ここから行こうか。よし。ほんじゃ、サバイバー新規作成や、まず。サバイバー作らなあかんや。よし、じゃあ作っていこう。見てくれ。見事な逆三角形。これ。やっぱりね、恐竜の世界を旅するなら、やっぱりサバイバーもそれなりの肉体じゃないとあかんからな。これで行こう。んで、さっき言ってたバイオルムジャングル。イージー。さあ、新規作成行きましょう。これ実行するとあなたの前のサバイバーが消滅します。なんで前のサバイバーがいいのかよくわからんけど、前は。行きましょう。さあ、始まった。おっと。一瞬重かったけど、あ、大丈夫そうかな。おー、来たー。やったー。うわ、これ動画で見てたとこや。すげえ。ごめん、なんかちょっとなんかみんなとテンション感違うかもしれんけど、マジで俺ずっと楽しみにしてたからさ。うわ、すげえ、動いてる。俺のパソコンで動いてる。すげえ、ブロント歩いてる。うわ、すげえ。やったー。やっと来たよ、タイニアステラ。ほんまに、待ってた。俺、水の中はこんな感じ。しゃあ。よし。じゃあ、まあちょっと浮かれててもなんなんで、とりあえず、サバイバーとしてちょっとまずはね、原始生活から始めていかなあかんから、やっていきたいんやけど。これ石拾えへんのかな、この辺。どれや、石拾えんの。どれや。なんかそれ置いてる作業も見たからな。多分、あると思うねんけど。あった、あった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 、ここや。いて、なんや、あー、やめて、コンプ速なつ、ちょっと待って、あー、スタミナがなくなった。コンピーに襲われてる。こんな肉体してんのに、まずはちょっとサバイバー、弱すぎて、コンピーに襲われてももうきついけど、とりあえずちょっと逃げよう。やばい、やばい、コンピー、あっち行け、あっち行け、あっち行け、お前、お、
やった、気絶した。よっしゃ、殴りで気絶した。まあ、ちょっととりあえず置いとこう。まずはちょっとね、俺の拠点を作らなあかんから、そっからや。こうやってまずは木とか殴ってやな。いや、久しぶりやな、サバイバル。まずそれが感動してんもん。久しぶりすぎて。あ、見て。これ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 。ひよみやじゃねえ。こっち。これ。ロールラット。実はね、このマップ、最初の方からロールラットがいるらしくて。こいつテイムできたら、だいぶ序盤、なんかの、頼もしいやろな。うん。蜂蜜も多分どっかにあるはずやから、ちょっとそれも探していきたいけど。とりあえずは、まずは俺の家や。俺の家からや。さあ、一応ちょっと仮拠点できました。こんな感じ。まあ正直、こっち空いてるから、まあまあ雑な仕事してるけど、まあまあまあこれぐらいでも大丈夫でしょう。うん。ということでね、ちょっとこのアークやっていく上で、まあめっちゃ大事なことが一個ありまして、まあ肉と皮の調達っすね。これがね、やっぱないと始まらへんから、まあ、いろんな素材作るためにも、まあいろいろと必要になってくるもんやから、ちょっと狩りを行いましょう。そして狩りをする対象は、お前かな、リストロかな、ちょっとかわいそうなよな、リストロな。いや、でもな、これ、しゃあないね、このアークっていうゲームは。こういうリストロサウルスとか、あとあっちにおるな。あ、なんかこの羊でもいいけど、羊おんねん。っていうか、羊がおるって結構珍しいよな、この辺に。最初の方にいるっていうのが。ほんで、あ、ドードーもいるわ。どうどうでもいいかもしれん。あーと、なんか来たコンピーとか、この辺でもいいかもしれん。とりあえずじゃあやるか。ごめんな。ごめんな。ごめんよ。こうやって命をいただいていくことで、ちょっとサバイバル生活ができると。いうことで、ちょっと命に感謝しながらね、やっていくしかない。これ、何回やってもちょっときついよな。そしてさっき、あいつらから取った肉で、これで火をつけて、こんがり肉が作れるので、ちょっとつけて、肉を焼きつつ、そしてね、これを手に入れました。パチンコ。これ。これはね、生き物の頭に当てることで気絶させることができて、そのままね、餌を与えることで生き物をテイムできるっていうもんやねんけど、ちょっと今回はね、初テイムということで、この目の前にフィオミアいるので、まずはちょっとこいつをテイムしてみようか。レベルなんぼやろ、こいつ。レベルは14。まあまあまあ、ええぐらいちゃうか。よし、ほんじゃやっていこう。これもちょっとかわいそうやけどな。おらおら待て、うい、やべ、当てんの難しい。パチンコ久しぶりすぎて。おい、よし、うい、うい、俺で壁して、俺で壁して撃っていく。待ってくれ、待って、やばい、見失った。ちょっと待って、どこ行った、あいつどこ行った、あいつどこ行った、やばい、見失った。これ違うよな、なんかこんな色じゃなかったな、もっとなんかもっと茶色っぽい、なんか薄茶色っぽい、なんか緑も入って、あれか、ちょっと待って、なんかめっちゃ遠くに見えてる。ちょっと待って、あいつや、待ってくれ、あんなとこまで行きやがった、あいつ。いた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 、引っかかってやがる。さあ寝ろ寝ろ。お、寝たんちゃうか。よっしゃー、ヨミヤ昏睡完了、やったいや、まさかこんなフィオミヤをテイムするのにこんなに嬉しいとは。やっぱサバイバルやな、これもアークの醍醐味を。よし、食え。よっしゃー、今回はちょっとテイム難易度は下げてあるから簡単にテイムできたね。さあ、ついてこい。あー、ついてきてる。かわいい。かわいいな、フィオミア。あんまりなんか、実は使ったことないから、ちょっと新鮮やな、フィオミア。確かね、フィオミアのサドルは、割と早めにあったはず。あ、もう作れんじゃん。あー、皮足りひん。皮と木材。ちょっと皮取らなあかんな。ちょっとその辺の、銅銅とか、その辺からちょっともらうしかないな。
こいつよう引っかかんな。引っかかんな、仲間でも。ちょっと助けたるわ。ちょ、お前な、お前殴ってま、ちょっとお前、頑張って出てこい、お前。何やってんねん、こうしたら出てこれるか。よーし。若干困ったちゃんなとこあるな、こいつ。でも、これで、作れますと。さて、サドル作れたので、ちょっと乗せてい、で、ちょっと実際に乗ってみましょうか。さ、騎乗。おー、これ。あ、フィオミアってこんなに視点近いんや。近っ。あ、でもかわいいな。これでもちょっとあれじゃね、ベリーの採取効率上がったんじゃないの、これで。ほら、あれ、え、お前、ちょっと待って。待って、こいつベリー取られ。おい、待って、ベリー取られんの、お前。知らんかった。ちょっと待ってくれ、お前。俺、ベリー取り要員として取ってきたのに、お前、ベリー取られんやないか、お前。マジかよ。まあ、きっと、わらは取れるのか。食費かかるだけのやつになってしまったけど。まあ、いや、ちょっと可愛いし、許したろ。よっしゃ。さあ、お家に着きましたよ、と。そして、ちょっと、あれか？もう、周り暗くなってきてる。もしかして。なんか、若干、ちょっと、暗くなってきそうな雰囲気あるな。あ、やべえ、マジで暗なってきた。暗なってきた。今何時や？21時。あ、だいぶ暗なったね。うん。いや、これ夜になったらどうなるんや。やばいな。大丈夫かな？果たして生き残れるかな？このフィオボーと俺は。この夜を。この夜、越すことできるかな？ちょっと今回はそれを目標にやっていこう。まあ、危険なのは分かってるんですけど、どうしてもね、ちょっと夜の森が見てみたいから、ちょっと入ってみようか。どんな感じやろ。怖いな、これ。この視点で森に入っていくの。あー、ちょっと待って、なんかいる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 。ちょっと待って、お前は違う、お前じゃなくて、この奥のやつ、奥のやつ見れるかな。あ、これ、ちょっと待って、ヤツメウナギやったかな？この、あ、そうそうそう、ヤツメウナギ。そうやね。なんかこのマップ、森にヤツメウナギおんねん、これ。ヤツメウナギってアベレーションのなんかの中層ぐらいにしかいひんかった気がするけど、それが森の中にいるっていう特殊なマップなんすよね。そして見てくれ。これ。この神秘的な光。この大木。すごいよね、これ。確かね、奥の方に、なんかめちゃくちゃ光ってるエリアがあるはずやね、なんか、木が。ちょっとそこ行きたいな。あー、やべ、やってもった。あー、でも今見えたぞ。目の前に。そこちゃうか？あ、あった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 。下やったぞ、俺の。よしよしよし。回収して、この下か。いけるかな、こっから。これ、ここ。これ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 。ちょっと雨降ってるけど。めちゃくちゃ綺麗。見てこれ。すごいやろこれ。アベレーションの中層みたいになってんねんけど。これ綺麗なんよな。動画で見たときほんまに感動してさ。いやー、これは、美しいな。ちょっと消してみよう。ほら。ほらほらほら。明かりなくてもこれやもん。松明なくても。すげえ。そして、光ってますね。これは編集の捨て子かな？かな？ちょっと待って。そうやな、捨て子編集。え、なに？なになに？あー、D の方や！ちょっと待って！ちょっと待って！待って！助けてくれ！助けてくれ！ちょ、旦那！助けてください！おー！いやー、ディプロカウルスか。うわ、綺麗やなー、ほんまに。おう、ディメトロドン。何やってんだ、お前。これも編集か。こいつも編集や。めちゃくちゃおとなしいな、ディメトロドン。めちゃくちゃおとなしい。おう、カルボネミス。うわ、見てこれ。ここなんてもう最高じゃない？これ。いやー、すごい。いや、ゲームでこんな綺麗な景色見れるってすごいな。アベレーションの中層とかめちゃくちゃ危険やからさ、こんなん見てる余裕ないけどさ、ここなら見れるから。そして、なんか、ウロがあって、あ！蜂蜜ある！こんななんか木のウロの中にありました。
蜂が。すげえ。ちょっと待って、ああちょっと、びっくりした、アベレントメガロサウルスか。突然出てきた。ああ、びっくりした。そうや、聞いてたわ。そうやね、メガロサウルスこの森にいるって言ってたわ。楽しましてくれるやんけ。あ、朝日が出てきたね。ああ、とりあえず超えたか。メガロサウルスには一回やられたけど、無事夜を超えることができました。フィオボーも生きて、ちょっとヤツメウナギに今襲われたけど、倒してくれたから。俺、ヤツメウナギなんてこれ死体見るの珍しいから、ちょっとよう観察しとくか。こんな感じやねんって。めっちゃ光ってる尻尾。ちなみに取れるものは何だろうか。ああ、キチンと昼の血液か。ちょっとフィオボー。ちょっと解いてくれ。キッチン。あ、いや、原油まで手に入るやん。あ、めちゃくちゃいい、これ。めちゃくちゃいいやん。すげえ、素材めっちゃいいわ。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、今回ね、このモッドマップ、タエニアステラ。まあ、テスト配信なんで、完全にできてるわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとやってみて。いやー、完全にできてないって言うけどさ、このなんか一部分だけはもう完璧じゃない？うん。なんかとりあえず今日動画で見たところは、マジでね、完璧に作られててさ、やってる感じも全然普通のアークやってんのと遜色なかった。うん。ただね、一個だけ、なんか気になったといえば、ここにちょっとパラサウロロフスいるんすけど、パラサウロロフスがね、引っかかってるんすよね。で、このフィオミアテイムするときも思ったんやけど、なんか通常のアークよりはもしかしたら引っかかりやすいかもしれない。わからんけど。まあよく、まあ通常のアークも引っかかってるっちゃ引っかかってるけど、結構高頻度。やからまあ気の感覚とかの問題はあるかもしれない。でもなんかそれ以外はね、マジでもうほんまに欠点が見つからんというか、マジで楽しい。なんか久しぶりのサバイバルやから、マジでさ、いやほんまに、このフィオミアテイムするだけでも楽しかったし、メガロサウルスに襲われるのも楽しかったし、あとアベレーションの木が生えてるとこ、あれがマジで綺麗でさ、ほんまに感動した。うん。ということで、まあ最初にも言ったんすけど、まあこの動画見て、もしね、タエニアステラ気になった方は、ぜひまあ概要欄に URL 等貼ってあるので、まあちょっと見てほしいんですけども。まあテスト配信なので、もしね、なんかバグとか、なんか気になるところあれば、なんか教えてほしいって制作者さん言ってたので、もしね、俺も結構動画で見てて気づいたら言うんやけど、この動画見てて、なんかここ通常のアークとちょっと違うなとか気になるなとか、もしね気づいた方いればちょっとねコメント欄に書いていただけるとありがたいかな。うん。まあ、そのコメントを見てね、あ、確かにそうやって思ったら、俺本人に伝えておくので、はい。なのでもしね気になった方はちょっとね、教えていただければなと思っております。はい。まあ、ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。またね、まあ、こんな感じでちょっとね、このタエニアステラでちょくちょくちょっとサバイバル動画上げていきたいなと思っておるので、もしよければ高評価、チャンネル登録などなどしていただけると大変嬉しく思います。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またね。